した着物なんですけれども、やっぱりねちょっとすごく小さいんですよね。まず一番の問題がそのついたけで着るにも短いっていうのが一番の問題です。もうね裾すぼまりとかそういう風なことがもうできないレベルに短いんですよ。なのでもうこれギリギリって感じですね。こんな風に着てギリギリ、もうこの中はちょっともうかなりの混沌とした感じになってます。そしてですねもうこれ以上大きくするにも後ろはねもうここに真横に縫い目が来てるんでこれより前に持ってくるっていうのもちょっと変になっちゃうんで脇はもうこれぐらい、前もねもうちょっと出せたかなっていう感じはあるんですけど、ここでねもうちょっと出してもよかったかなとも今ちょっと思ってますけど、まあこんな感じで着ていこうと思います。まあそれはおいおいやる気があったら直そうかなと思います。そして今日はこちらの、先日購入しました帯をですね角出しで結んでいきたいと思います。今日は角出しなので手先長めに取ってます。そして当然ですね当然でもないか、私は一重巻きにします。全通の袋帯でね長さは足りるんじゃないかって思われがちなんですけれども、垂れの部分が短いと小さい角出しにしかならないんですね。小さい角出しってあまりかっこよくないので、私は一重巻きにします。こういう後で抜く腰紐ってこういったスルスルする腰紐がいいかなと思います。摩擦がなくて。そしていつものストッキングにエリシンを入れた芯を使っていきます。アーチがね、綺麗にできるんですよね。そしてここの長さなんですけど、これをダランとしてこの手先を入れるとですね、手先が最後こうピンと立たないんですよね、羽が。なのでこうきっちり あんまりここの部分をだらんと長くしないようにすると羽は綺麗にピンと立ちます。
で角田市の、まあ、私はストッキングみたいなのを使ったりしてるんですけど、普通はねこの帯揚げでやりますよね。これいっぱいあるからこの枕いらない。すいません、蛇腹で十分かも。ちょっとこうね長めに、こう平行に蛇腹をね取っていきます。お太鼓よりはこのタレの部分は長くていいと思うんですけど、そしてこうちょっとしっかり落として、紬の帯なんて結構ゴワゴワします。ここがこうなんか三角っぽく底の部分がねなるとかっこいいなと思います。はい、これくらいで3回ぐらいでね回すのがいいとか言いますけど、いつも何回もやっちゃいます、ね、帯の中にスルッと入るように長くていいかそして最後にですね、この羽をこうピンとですね、あったかな。今日はですね、お直しをしたこの人への着物と、先日購入しました麻の葉の帯を合わせて
つの出しで締めてみました。という感じになります。はい、では今日は、この辺になります。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。